フェバシャムハク、ルイス・ド・デュラス第二代フェバシャムハク、ルイス・ド・デュラスは、イギリスの貴族、軍人。フランス出身ながら、イングランドへ渡り貴族に劣せられた。父は、デュラス公・ギー・アルドンス・ド・デュルフォール。母は、ブイオン公・ケンスダン公・アンリ・ドラ、トゥール・ド・オーベルニューの娘エリザベート・シャルロット。デュラス公・ジャック・アンリ・ド・デュルフォール・トロルジュ公。 ギー・アルドンス・ド・デュル・フォールは兄で、フランス大元帥・トゥレンヌ・子爵は、母方の叔父にあたる。1663年に、ヨーク公、ジェームズの招きで、イングランドへ着くと、帰還。1665年に、チャールズ二世に、この駅兵第3中隊隊長に任命され、1673年に、デュラス男爵に助せられ、1676年に、 フェバシャム白ジョージゾンデの娘で、共同相続人のメアリーと結婚。翌1677年に義フが亡くなりフェバシャム、白衣を継承した。1679年に、シュメトウ。翌1680年には、王妃キャサリンのカレー。1682年に、寝室係自重となり、1685年の、チャールズ二世の臨終を見取った。 ジェームズ2世が即位すると数密院議員に選ばれ、モンマス公爵ジェームズ・スコットが反乱を起こすと司令官に任命され、反乱を鎮圧、恩賞として、ガーター勲章とこの駅兵第一中隊隊長の地位を獲得、1686年に陸軍総司令官に就任した。しかし、実際に反乱鎮圧に貢献したのは、部下のジョン・チャーチルで、 セッジムーアの戦いで、チャーチルが奮戦したのと対照的に、戦場到着が遅れて、先行を残さなかったにもかかわらず、ジェームズ2世に皇遇されたことを、バッキンダム皇、ジョージ・ビリアーズから、喜劇、セッジムーアの戦いで強烈に皮肉られている。1688年に、オランダ総督ウィレム3世がイングランドに上陸して、名誉革命が起こると迎撃のため、 ジェームズ2世チャーチルらと共に、ロンドンから出陣したが、会議の結果ロンドンへ引き返す途中で、チャーチルが寝返り、離反者が続出して軍は抵抗力をなくしていった。ロンドンに戻った、ジェームズ2世から、オランダ軍の抵抗を禁止する手紙を受け取り、ジェームズ2世の脱走を見届けた後は軍を集めて、解散させたが、 武装解除しなかったため規律のない兵隊が散らばり一時ロンドンは不穏な状態に置かれた。また、暫定政権の命令で、ケントで捕虜となっていたジェームズ2世をロンドンへ連れ戻し、ウィンザーで待機していたウィレム3世に交渉を提案したジェームズ2世の書状を渡したが、治安悪化と中途半端な妥協でウィレム3世の不況を買い捉えられた。 キャサリンの鳥なしで解放されたが、翌1689年に、この駅兵第一中隊隊長を解任された。以後は目立った活動がないまま1709年に死去。妻メアリーとの間に、子供がなく1679年に先立たれ、フェバシャム白衣は消滅した。ウスダ、P52P55、トモキヨ P10P14。ウスダ、P61、トモキヨ P76P88P92P97P98 ありがとうございます。